循環型の養鶏なんてことを自分たちは言ってるんですけれども、餌も買いません。捨てられる食品残骸、例えばおからとか魚のあらとか麺くずとかパンくずとか、まだまだそういうふうに捨てるにはもったいないものを集めてきまして、機械にかけて殺菌乾燥粉砕しながら、そこに最後に発酵菌、麹菌とか乳酸菌とかそういうものを入れて発酵飼料を作って餌にしてます。卵を産まなくなった鳥とか、あるいは鳥の糞とか、そういうものも発酵鶏糞肥料にしたり、鶏肉の加工品にしたりしながら、回る仕組みを作りながらやってきました。地震の後は餌買いませんし、あるいは餌を作るにも灯油をできるだけ使わないで自分たちでやってきたもんですから、本当に2週間はここで生産される卵や、あとは鶏肉加工品を食べ物のない皆さんに本当に届けて回ったんです。ところが2週間目ぐらいに、その放射性物質のね、拡散がはっきりしまして、それで鳥は外の運動場には当然出せなくなりました。合わせてここの鶏小屋の敷物は、藁を細かくしたものとか、もみ殻、米のもみ殻を使っていたんですけれども、ここも放射性物質に汚染されているものがたくさん出てしまったもんですから、中の敷き藁も今まで使ってたようには使えなくなった。そういうところから循環する仕組みが崩れ始めましたね。